日本東京都板橋区加賀川,川、東京都板橋区の町名。現行行政地名は、加賀1丁目から2丁目。全域で住居表示が実施されている。郵便番号は173-0003。東京都板橋区の東端部に位置する。北で、稲荷台、東で、北宅上10条及び10条台、南で板橋、西で、中宿と隣接する。 町域の中央を東西に石神川が流れ、東辺に JR の鉄道路線が走る。町域内には住宅のほか、多数の中小の工業施設が立地する重厚混合市街地を形成している。また、町域北部の加賀二丁目に、帝京大学板橋キャンパス、及び帝京大学医学部附属病院が置かれている。 当該エリアは1871年11月14日に、浦和県から東京府に編入された。1889年には、板橋町の一部分となり、1932年からは、板橋区板橋町の一部となった。1965年1月1日に、板橋区板橋町6から8丁目から加賀が成立した。 江戸時代に加賀藩の約21万坪に及ぶ広大な下屋敷があったことに由来する。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。長域に駅は存在しないが、以下の路線、駅が利用可能である。帝京大学板橋キャンパス。ありがとうございます。